ガティノーは、ケベック州、ウタウエ地域の都市。人口226,296人。ガティノーの位置ケベック州南西部、オタワ川とガティノー川の合流地に位置する。オタワ川を挟んで隣接するカナダの首都オタワ市と、双子都市であり、別々の州ではあるが共にオタワガティノー首都圏を形成する。19世紀初頭 林業の発展とともに製材業で人が住むように、なり町が作られた。町には、数多くの自然が残されており、町の至るところに公園があるためガーデン式とも、呼ばれる。2002年に古自治体が合併して、現在のガティノーが誕生した。これにより、歌上、地域最大の都市となり、ケベック州内でも5番目の規模となる。合併の際、域内で、最も歴史があり、 かつ中心部を占める春が新氏名として残らず、域内最大の人口を要する自治体ガティノーの名が残った。ガティノーがこの地方の古い文明であることや、新市域内の川や丘などの地名になっていたことが、その理由であった。また、イングランド地名に由来する春よりもフランス語地名のガティノーの方が、フランス語系住民の支持を得たという主張もある。2004年に、旧、域が、 ガティノウ市に泊まるかどうかの住民投票が行われたが、旧、春市域の住民の多くが、この分離に反対票を投じたため、現状維持となった。合併に伴い、オタワ春と呼ばれていた、広域名も、オタワイコールガティノウとなった。オタワ市の向かいであるオタワ川沿いに、国と州の政府機関が多数入っており、同市の重要な雇用種となっている。ありがとうございます。